てくれたんですね。ウィダこれで送ってあげます。それはこちらのセリフです。ならば、皆さん逃げて、急いでここから離れてください。散る木の葉に気を回す必要が。相変わらず半端な覚悟ですね。腹くくれよ。これが門を司る精神者アンラマンユ。星の民であるローランさんをいともたやすく。普通の力ではないわ。怪我して散り落ちたこの葉も時に趣があるものですね。流れを片付けてしまいましょう。アストライオスならまだしも、あなたたちはもはや無用の長物ですからね。よくも許せねえ。祭壇から出すわけにはいかねえ。ここで倒すぞ。はい。ルリアちゃんが無事でよかった。さて、この聖少女を止めることができれば。グリア、ビートは下がって。嫌な予感がする。気をつけて、カタリナ。オイラは戦えないけど、何か気づいたら教えるからな。これはどう？されよ、やりますさせない。名前を続けるのはどういうことだ。攻撃も通じてねえみてえだしよ。そこにいるのに、そこにいないような。門の力と関係があるみたいです。ごめん。まるで飴玉に群がるアリのよう。浅ましいだけで知性を感じます。団長、ルリアを超え、ルリアを頼む。カタリナ、返事をして。なんてこった。大事な仲間を、てめえ。同調さえしていれば、このような目に遭わずとも済んだというの。ただ求めるだけの卑しい存在。これは無に帰しましょう。私の力じゃ脱出は不可能ね。格が違う。さえよ刃。元気やったまだ。もう嫌だ。チキショウ、チキショウ。どうすればいいか、まだ理解できませんか。何もできることなどありません。ただ無の世界で自らを顧みなさい。
少々耳障りですね。返しやがれこの野郎。そんなまでそしてそんな無価値な世界のもと、あなたには唯一にして最大の敬意。巫女を私のもとへ招いた功績は拾うな。因果応報、知り合いと帰り、次の巡りに。団長ちゃんもルリアちゃんも私が守らなきゃ。ルリア、この空というカゴに囚われた哀れな小鳥、あなたも連れて行きましょう。アンラマンユという箱舟に乗せて。あなたです、巫女のつがい。井戸、一体何を？母上はルリアを守れと言った。なのに、なぜ？これではあべこべだ！なぜルリアを？落ち着きなさい、イド。アンラマンユが復活した今、巫女は役目を終えたのです。したがって、巫女を守る任務はもう必要ないのですよ。それでも、俺は…まさか、イド。あなたも私に同意しないと。聞き分けのない子はあの者たちと同罪ですよ。俺に構うな。ルリアの声を聞け。なるほど。これほどの大事となれば、すべてが予定通りとはいかないものですね。逆境を背に勝利に手を伸ばす。さしずめ、叙事詩の英雄にでもなったつもりなのでしょう。しかし、読み飽きた王道の物語には心惹かれませんね。ここで終わりにしましょう。おや、その剣は。
確かエオスの剣、アストライオスの忘れがたみというわけですか。それを使ってアンラマイをですが、空の民に扱えるものではないですよ。資源の竜、闇の炎の子、汝の名はバハメント。
よかった、ルリアも無事だったか。しかしここは一体シードホルム城だよな。一体何が起こったんだ。どうやら団長君とルリアちゃんのおかげで戻ってこられたようですね。さすが団長。たくかなわねえな、毎度おいしいところは持ってっちまうんだからよ。ありがとう団長さん。一人足りない。おーい、おいら信じてたぜ、お前なら絶対にやってくれるってな。これで一件落着ですね。ああみんなごめんなさい、ずっと体が動かなくって。でも意識ははっきりしていて、怖いことをしているって分かっているのに何もできなくて、夢かどうかも分からなくなって。ルリア、みんな助けようとしてくれてたのに、私みんなに、カタリナに、あなたにあんなひどいことを。うん、ごめんなさい、ごめんなさい。ルリア、おかえり。もう怖くないよ。カタリナ。みんな。ただいま。大幅に消耗した分はあなたに補填してもらいます。また繰り返すと。なるほど、あなたたちは得意点を気取ったつもりかもしれませんが、動き出した運命は止まらない。いかなる困難も乗り越えてみせましょう。私は研究成果を星の世界へ持ち帰り、必ずイスタルシアへ至る。やめるんだ。星の世界へのゲートを開けばこの空が壊れてしまう。かつて禁忌とされたその理由を忘れたのですか。逆に問いましょう、あなたはなぜこの空にこだわるのです。真なる世界を実現すれば、不完全さゆえに悩み苦しむことからも解き放たれるのですよ。リリス、あなたには見えないのでしょうね、彼らが紡いだ絆、思い、希望。目に見えなくとも僕たちにとってはかけがえのない大切な。ベリアの兄ちゃん、アストライフ、ここに至ってなお同調する気がないことはよく理解できました。あなたも同罪です。主従雑多の愚か者たちと同様に。始めましょう、大いなる犠牲と悲哀を超え我が救済の執行を。you
迷いの塔、あまたの聖書をくべ星の世界への架け橋となる祭壇救済の時は間もなく、空は砕かれど、やがて星を迎え真の理想郷へと至るのです。ここは祭壇のようね。戻ってきたのか。こっちだ、走れ。